海上自衛隊の新人幹部を乗せた近海練習航海部隊が呉基地に入港しました。呉基地に入港したのは海上自衛隊の新人幹部およそ200人を乗せた練習艦鹿島など3隻です。今日は呉基地の隊員と家族らおよそ300人が出迎えました。新人幹部たちは先月16日から全国の港を巡りながら船を操る技術や洋上補給を学んできました。大変なことは多かったのですが、何度も試行錯誤することでとても成長できたと考えています。一番楽しみなのは、館内のご飯おいしいので、それ楽しみに頑張ってます。新人幹部らは呉基地に5月4日まで停泊した後、およそ5ヶ月に及ぶ世界一周の遠洋練習航海に出発します。